まあ、一番あれですよね、限りなくロングに近い状況になりましたね。まあ、ビットコインもある程度のところありますけど、バイナンスが近いな。どうしても期待させますわね。週は上、4時間も上なんだから、ここの25を再び抜いてたところがポジション取りたいところですよね。そのリレはもちろん25下抜いたら。はい、じゃあ2019年7月20日、本日の仮想通貨時価総額の上位10トークにドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、若干戻したかなのアメリカドル換算の287ビリオンと。さあ、前日比換算にしては、ステーブルコインのテザー以外はずらっとプラスが目立って、特に SV とトロンが 10% 以上。どうでしょうね、相場環境を変えるまで戻したかどうか、 SV ぐらいはどうでしょう、日足ぐらいまで戻ったかどうか、そこが指標になりますよねというところで、日本円換算の時価総額いくと、こちらも若干戻している31兆1443億。どうでしょう、ビットコインが日足ぐらい上がっとると相場環境が全体的に変わっとるのが増えてくると思うんですけど、そうじゃないではないと想像しとるんですけど、はい、ということで時価総額1位のビットコインからいってみましょう。週足は一応はいいも変わらず順調も、若干 20MA とかに陰りが見えてきたとこですか。拡大すると多分角度が緩くなったでしょうね。これは高値を更新してないというところで、まだまだただあれか、90万とかそれぐらいになると触るぐらいまでいくんだろうなって。日足があとはどうなっとるかですね、焦点としては。それでその日足へ行ってみると、まだまだですね、 20MA 右下向いて水平に近くはなるも、ロウソクの乖離もあるし、ここがあれですね、触るぐらいまで行く、やっぱ120だな、それぐらいまで行ったらもう一回あれか、ロング目線なんだけど、逆にこのまま叩かれたらってところですよね。ただ相場っていうのはそんなうまくいくわけじゃなく、こんなダラダラしたのが続くのが一番めんどくさいですよねということで、4時間行くとこっちの 20MA に関してはなんとか右上上がりになったところですね、ごちゃごちゃしとるうちに。ただ週足 20MA 換算の4時間 120MA がまだまだこれが乖離も離れてる遅くと、水平もなんとかは遠い状況で、やっぱあれだな、触って一回抜けるぐらいまでいかんと、ただそんな綺麗に動くわけじゃなく、ここら辺があれでしょうね、歯がゆいところがどっちつかずが続くんじゃないかなと想像しておりますけど、方向性が要は定まってほしいってことですよね。今だとどっちつかずなんでってところで。はい、次は、イーサ。ビットコインがあんな状態で全体的に歯がゆい状況が続いてると思うんですけど、イーサに関しては、週足25名そこまで角度変わらないもん、ロウソクが瞬間的な安値触りかけて、7MA 右下向いてほしい、難しいところですよね。一応は目線はロングなんだけど、限りなくショートに近い状況で、じゃあどっちやねんっていうところで、日足行ってみると、こちらもそうですね。25MA 右下向いて、一応は 7MA 抜けぐらいまでロウソク戻しましたけど、まだまだ25と乖離離れて、つまり目線は下っていうところで、もうこれであれですもんね、日足と週足の意見が一致しなくて、それで4時間行くと、さらに立ち悪いことに、ここの 25MA 水平をロウソク上抜いとるし、期待感を一応持たせとるところだね。昨日と相場環境は変わりなくて、若干それよりプラスに戻しただけで、やっぱ日足の25、20そのあたり触るぐらいまであれだな、ロング方向へ行くのか、そこだけ 見極めたいですね。それまでは本当関わりたくないですね。下がるのは下がるでも、週足を右下に下げるぐらいまでしてくれんと、当分はちょっと私は関わりたくないというところで。はい、次はリップル。こちらがピンチなのは、週足25目水平、その下にロウソクより、もうこれだけですよね。一応は少し戻してきて、25メートルの乖離を縮めましたけど、それでもまだ下なのは変わりないというところで、冷やしていくと、こちらもそうですね。25右下向いて、一応は 7MA の上にロウソクを置きましたけど、まだまだ25度の乖離離れて、つまり下ってことですよね。4時間行くと、そう、ここを上抜いとるもんで、冷やしに期待させるんですよね。というのが、一応4時間足と25目は若干上向いて、ロウソクも帰り離れて7MAの上に来ましたし、これであれだな、日足が抜けたらという期待感もさせるんですね。そうすると週足25に再びタッチする場合になるから、まあそんななかなか都合よくはいかず、もう注意、めんどくさい相場は続くでしょうね。要はどっちか方向性を早く定めてほしいというところで。はい、次はライドコイン。週足25名昨日とそれほど角度変わらず、ロウソクに関しては瞬間的な安値は25下抜いて、まあ目線的にあれですよね、もうここで変わりたくないから切った方がいいっていうところですね。自分の判断としては日足行くと 25MA 右下向くも、 7MA をこれはあれですね、上抜いてくるもんで余計期待を持たせますわね。ただ 25MA のまだまだ下なんで目線は下と。4時間行くとこちらもあれですね、 25MA 上向いてきて、7MA の上にロウソク来て、これがあれですね、期待感持たせるところですよね。一応週足も完璧に下抜け取るわけじゃないんで、癒しレベルまで戻すとっていう、もう一回ロングポジションっていうとこのあれですよね、まあ、全体的に共通だな。
めんどくさいで、とりあえず本当に相違が揃うまで待ちたいというところで、はい、次はキャッシュ ABC、 週足25目角度緩まって、一応ローソクは瞬間的な安値は25目を下抜いてます。ただ耐えとるところで、ここはあれですよね、日足が戻してこればって淡い期待を持つんですけど、日足行くと25目右下向いて 7MA の直線上にローソクはいると、まあ、一応目線は下なんで、ここまで戻してこればってことですよね。そういえば意見が揃うんで、まあ、下がるか上がるか、こちらも早くはっきりしてほしいというのが4時間行くと。そうなんですよ、25MA にローソクおるもんで、これで期待持たせるんですよね。日足まで戻れば再度ロングって考えとるんですけど、どっちにしろあれですよね、4時間日足週3つの意見が揃ってないもんで、やっぱ綺麗に上げるにも下げるにもなかなか動かんすわね。方向性をほんと定まるまで、やはりここも待ちたいということで、はい、次はイオス、週足25目角度緩まってローソク右下抜いて、もう完全目線は下ですわね。乖離幅もあるし、前日で4パンプとしても全くあれですね、相場環境に影響を与えていませんと。日足グッド、こちらも25円右下、ただ 7MA の直線上にようやくローソク戻して、ここら辺であれですよね、期待を持たせるようなところですよね。全体的になんか動きが一緒ですよねと。4時間行くと、なんとか25円目水平気味をローソク上抜いて、これであれだな、またわけのわからなくなってきましたね。4時間上、日足下、週足下、変な期待を持たせる状況ですよね。まあこっちは週足が下な分、まだまだ4時間下抜いたら売り叩いていくっていう姿勢を取れますけど、全体的に4時間までは戻してきたとこですね。はい、次はバイナンス、週足25目それほど角度変わりなく、 7MA の下に一応ローソクはおるも、25との変わりはもうちょいありますと。バイナンステックスがクローム拡張機能なんかをリリースということで、どんな感じになっていくでしょうね。開発自体は本当に着々と進んでるというところで、ハックが本当に強くなったよなって、まあ相場的にはここら辺であれですよね、打ち止めになっても気持ち悪かったでちょうどいいというところで、問題の日足に行ってみると、めっちゃ期待させますね。25角度緩まってきて、 7MA 抜いて、本当あれですもんね、ローソクの帰り25度ないですもんね。ここ抜いたら絶好のポジション拾いたいですね。バイナンス行きたいですね、これね、っていう期待を持たせると嫌なんですよ、このめんどくさい相場は。これはでも意識させるな、この帰り幅は。私はこれ拾いたいな、バイナンス。4時間行くと、そうなんですよ、25名上抜いて、 7MA も上抜いて 99MA に近づいてる。つまり4時間上、週足もなんとか上、日足が限りなく上に近づいてきた下ってことで、だから25抜いたとこですよね。やっぱあそこ欲しいな。これはバイナンスが変えるタイミングでしょうね。そういう期待を持たせるチャートだから嫌なんですけど。はい、ということで次はテザー。まあ本当に寂しい相場って言えば寂しい相場ですけど、当然全体的にそんな大きく上げてったところとかないもんで、乖離幅も離れんすわね。まあ見事に水平気味で、強いて言うなら、この昨日の21時と22時、その2つぐらいで、それでもそんな大きい値動きじゃないから、やっぱあれですわね、アルトコインとかビットコイン含めたところが大きな動きしんことには、ステーブルコインのテザーもそんな動いてきませんってことで、ニュース的なネタも特になく、そのままスルーしていきますってことで。はい、次は SV。 本日10何パーを戻した SV に日足が焦点ですわね。とりあえず週足からいくと、 30MA それほど角度変わりなく、瞬間的な安値が移動平均線に触りかけようとするも、一応現在地に関しては乖離幅は離れていますと。ただし 7MA は右下向いて、それで問題の日足行ってみると、 14% ぐらいまで戻してもあれですか、 30MA までまだ遠いんだというのが、 30MA 右下向いて、一応は 7MA の上にローソク来ましたけど、乖離幅はこれだけあるところで、 5% ぐらい戻したバイナンスのあれか、日足レベルの復活に近いんだ。あ、そうっすか、 SV の方が遠いんだ。これは前日のパーセンテージで見ちゃあかんっすね。で、4時間行くと、 30MA 右上向いて、 7MA も右上、ローソクも当然その上にいて、それは10何パー戻しとって、他のアルトコインが4時間足では上目線になってきたんだから、当然あれか、 SV も戻してきましたっていうところですね。日足が意外にあれだったのな、14% 上げてもタッチ近いとこまでいかんかったんですね。バイナンスの方が近いんだってとこで。はい、次は体の週足25目水平右下が見えてきたところ、ローソク下抜いて完全目線下ですわね。 7MA も右下向いてますし、で日足行くと25目右下向いて、ただ 7MA 右下向きをローソクがようやく上抜いて、一応は戻してきましたけど、それもの25と乖離離れた下なんで、やはり目線は下と。で、4時間行くと25はどうでしょう、水平近いぐらいのところ、
7MA が少し上向いて一応はローソク上に来ましたけど、週足レベルまでさすがに下抜いてあれだな。 EOS と一緒で4時間までは復活してきたけど上位足のサポートがないでどうでしょうかとこですね。はい、ということで最後はドル円。例によって昨日見たあたりから追っかけていきますと、短期の上にいた107円5銭ぐらいを徐々に伸ばしつつ、ロンドン入ってもこけることなく順調に上げつつ、瞬間的な安値は移動平均線に触りつつ伸ばして伸ばしてニューヨーク入ったぐらいですか。ここで中期 50MA 抜けぐらいが見えるんだ。ただ角度は右下ですけど、そっから夜中もそこまで伸びるわけではなく推移しながら朝方短期に触ったあたりですか。一応中期は上抜けてその107円7銭前後、ここら辺でマーケット終了というところで、7時間足レベルではなんとかとこですか。ただ大きな乖離あるわけじゃなくて危ういところですね。一発食らったらやられるところで、冷やしいくとまだまだですね。短期中期右下向いてロウソクも下なんで、もう分かりやすい目線はしたと。1時間足レベルでちょっと軽い光が見えただけでまだまだですね。週足いくとこちらも同様、短期中期角度変わらずロウソクも短期の下にいて、やっぱ相場環境は変わっていません。なかなかあれだな、歯がゆいところだな。冷やしレベルぐらいまで戻してこんことで復活の目は見えんということで、とりあえず目線は下に関してもあれだもんな。週足の短期にロウソク近づいとんで、そこまであれだな、大きくポジション悪いですね。取りたくないですね。仮想通貨と一緒でここら辺から意見がごちゃって食い違ってくると、あのめんどくさい相場なんで、そこに関わりたくないってところですよね。はい、ということで本日は前日比で 14% ぐらい上げた SV に関して、実は日足レベルで上目線まで戻してないということで、地味に前日比 6% だとバイナンスで目を向けますけど、これでも日足の25円目にタッチしかかるところまで戻してきたんですよ。前日比が 6% ぐらいで、逆に SV の 14% では乖離幅があるというところで、まあ、一番あれですよね、限りなくロングに近い状況になりましたね。まあ、ビットコインもある程度のところありますけど、バイナンスが近いな。どうしても期待させますよね。週は上、4時間も上なんだから、ここの25を再び抜いてたところがポジション取りたいところですよね。損切りはもちろん25下抜いたら、どっかの足がこけたらですね、4時間がこけるか日足がこけるか、まあ4時間の方が早いと思いますけど、いずれにしろ週足のサポートはあるもんで、ここ抜けたらなんとかもう一回勢いつくんじゃないかなと思ったんですけど、拾いたいならここだな。地味にあれだな、 SV の 14% がそれほどあれか、相場環境を変えるほどじゃなかったんだってところで、パーセンテージより移動平均線とローソクとの乖離幅とかそっちの方が大事だよな、純粋な上げ下げという意味で。全体的に言うとビットコイン、ライトコイン、キャッシュ ABC、SV あたりが似てないところですよね。週足は一応は上目線なんだけど、あ、ここら辺の乖離幅の幅差はありますよ。で、4時間は全体的に戻してきた。だけど日足レベルまで戻してないんで、日足が上抜くと意見が揃う。逆にそこをこきかけるとまためんどくさいごちゃごちゃした相場になると。それ以外で言えばリップル、イオス、カルダノはもう週足も下なんで、ここら辺は見るまでもないですよね。4時間で戻したっていうだけで、むしろ4時間下抜いたところまた売ってかれる場面だから、ショートの環境が取れるならここはポジション取ってもいいってところですよね。ただカウンターパーティーリスクがあるで嫌なんですけど。個人的目線はバイナンスだな。ここ抜いたところを拾いたいところですね。姿勢としては素直に待っていますということで、まあ、そういう期待させるチャートになってきましたね。このまま耐えて日足まで戻っていくのか、あるいは叩かれて再度下げ相場に入っていくのか。ただビットコインに関しては週足のサポートがあるんで、90万ぐらいまでいかんことには本格的な下げには入らんでしょうね。100万ぐらいでごちゃごちゃしてらしても、そこまであれだな、完璧なダメージを与えるような相場環境の変え方らしいんでしょうね。だからめんどくさいということで、要は意見がはっきりしてほしいという意味で、まあ、とりあえず個人的にはバイナンスで期待して待っていますということで。はい、ということでそんな感じで、以上2019年7月20日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。バイナンス期待してるよ。